川村の館、これは倉沢春夫さんという科学ジャーナリストの方の新刊、コロナ新型コロナワクチン不都合な真実という、まあ、5月なんでもう3ヶ月前のに出た本ですけど、それを読んでみる。これがバンされないかどうか。で、一応あの倉沢さんという人がなんとあのフランス国立ボルドー大学で、第3科博士課程物理科学専攻のドクターであります。第1章は、第1章まで前回読みました。子どもへのワクチン接種で起きていることというのがありまして、で子どもは子どもの死者数を見てみると、コロナで死んだ子どもよりも19歳までのですね、でワクチンを接種してすぐ亡くなった子どもの数が多かったっていうことが分かりました。それで、あの、なんか お母さんの子宮関係のとこにもいろいろ影響があるらしいということが分かって、そういうことを指摘する人がいるんだけれども、なんかアメリカの、検証で、大丈夫だっていうのが出たんだけど、それあのアメリカの、その検証論の、なんだドキュメントを書いた人はちょっとよくわかんないんですけどつって、あのすごい慎重に書いていた。ということと、それとなんかあのいろいろアメリカではなんか子どもたちへの義務化っていうのがすごい反対されていて、大問題になってたりするっていう、日本よりずっとあの一生懸命ダメだダメだって言ってる人が外国の方が多いよというお話で、お話でした。その次、第2章、揺らぐワクチンの有効性というところに入りたいです。入ります。2-1、ワクチンは本当に効いているのかです。なぜ感染者が減らないのかというところから読みます。なぜ感染者が減らないのか、世界の感染者数が、2022年2月8日ついに4億人を突破しました。米国ジョンズ・ホップキンス大学の集計によると、3億人を超えたのが1月の上旬ですから、約1ヶ月でさらに1億人に増えたことになります。また世界の累計死者数は約580万人です。ワクチン接種が進んでいるのに、なぜこれほどのスピードで感染が進んでいるのでしょうか。小林義則さんはワクチンを、漫画家のですね、ワクチンの接種を、ずっと拒否し続けていたところ、なんとあの1回目はすごいひどい時に、まだ武漢株の頃なのかな、なんかコロナにかかったけどお医者に行かず、でそのままワクチンも打たず、そしたらなんか2回もまたさらにかかったらしいんだけど、それでもお医者に行かず、ほとんど普通に生活していたらしいです。で自分で治したと言っています。だから今やなんかその、小林さんは音楽が消えてしまった。小林さんはあのどんなにあの被爆あのウイルスに接触しても、ウイルスが来ても全然平気になったとか言ってますね。すごいですね。関係なかったですね。ちょっと関係あるね。同じおじさんですね。読みます。ワクチン接種が進んでいるのになぜ、あ、これね、これですね。ワクチン接種が進んでいるのになぜこれほどのスピードで感染が進んでいるのでしょうか。2月9日現在の世界全体の2回目の接種率は約 54% です。米国は 64.4% で、感染者数は世界で最も多い7700万人に上っています。
日本の接種率はなんと 79.4%、 高いですね。です、それでもオミクロン株主体とみられる第6波を防ぐことはできませんでした。接種率が高いと感染率が高くなる？お、ワクチンを接種するとウイルスに結合する中和抗体ができることはすでに確かめられています。日本でも藤田医科大学、横浜市立大学、千葉大学、東北大学などの研究で2回接種するとほぼ全員に十分な抗体ができることが確認されています。一方でハーバード大学が2021年8月ワクチン接種率と感染者数の関係について68国になってる。これも五色発見庫のデータを調べたところ、ワクチン接種が進むとむしろ感染者数が増加する傾向にあることが分かりました。特にワクチン接種の優等生と言われたイスラエルは突出して感染者数の多いことが示されています。またニューヨークタイムズ紙が州ごとの接種率と感染率を調べたところ、接種率の高いニューヨーク州やニュージャージー州で感染率が高いことが分かりました。ほんまかいな。逆に死亡率については未接種者が接種者の4倍ほど高いという調査結果があります。 CNN と米国疾病対策センター CDC などが2021年9月に行った調査では、ワクチン接種率が高い州と低い州それぞれ10州を比べたところ、死亡率に4倍の差があったと言います。おお、そうなんだ。日本では2021年8月、厚労省は65歳以上の高齢者のコロナ致死率が2回接種済みの場合の未接種者、2回接種済みの場合は未接種者の人の約5分の1にとどまるとの調査結果を発表しました。接種済みの高齢者の致死率が 0.89%、 未接種者の致死率は 4.31% でした。しかしデータをよく見てみると、未接種グループの母数5387に対して2回目接種済みグループの母数はわずか112人で、感染者はたった1人です。これでは意味のある比較になっていません。そもそも未接種者がなぜ接種しなかったのか、基礎疾患はあったのかなど、2つのグループの人たちの状況が全く不明です。 NHK でも報道されましたが、こういうデータに惑わされてはいけません。メモっていうのがあります。ちょっとバーで見ます。人口100万人あたりの新規感染者数、2021年8月28日から9月3日、台湾がちょびっと、日本が1000人ぐらいですかね、アメリカが3000人ちょっとで、イスラエルは6000人以上になっているだそうです。で、これはこっちに行くほど接種率が高いので、接種率の低い方が、感染者数が少ないおということが分かりました。それでは有効性はどうなのよと、有効目いきますね。有効性とは、また国立感染症研究所が東京都のデータを使って行った2021年12月の調査では、感染しても死亡を回避できる有効性が60代以上では 80% を超えるとの結果を公表しました。ただし30代から50代では2回接種しても有効性は 38% となっており、しかもばらつきが大きく、あまり意味をなしていません。このような様々な統計データや分析がメディアで伝えられますが、おそらく調査の方法や時期、期
管の取り方、変異株の種類、データに含まれる人々のプロフィール、それに国や地域で有効性はかなり異なるのではないかと推測されます。本来比較するときは年齢差別、生活環境など全く同じ素質上の2つのグループで比べなければ意味がありません。二重盲検ランダム化比較試験と呼ばれ、ワクチンを打つ医師、打たれる被験者を含めてワクチンとプラセボのどちらを打ったのか、打ったか、プラセボっていうのはあの偽ワクチンで、あのなんか単なるブドウ糖液とかなんかそういう感じのもんですよね、のどちらを打ったか完全に伏せられます。こうして厳密に比較しなければ有効性は判定できないのです。ワクチンに期待される3つの効果、じゃあワクチンって何のために、何だ打った方がいいって言われてんのっていうところですね。そもそもワクチンの効果とは何でしょうか。一つは予防、感染予防です。ウイルスが体内に入ってきても細胞の中への侵入を防ぐのが感染予防です。ファイザー、モデルナのワクチンは感染予防効果がないことが分かっています。ほんまかいな。細胞の表面でウイルスを食い止めるには免疫グロブリン A RGA という免疫抗体が、免疫物質がウイルスが入ってくる鼻から喉までの上気道に染み出してこなければなりませんが、ファイザー、モデルナのワクチンを筋肉注射しても LGA を誘導しません。厚労省のホームページでも感染予防効果がないことを認めています。もう一つの効果が発症予防です。ウイルスが細胞内に侵入しても人間に備わった免疫システムが稼働して抗体を作り、ウイルスを捉えて無力化することで症状が出ることを防ぐ機能です。ファイザーやモデルナのワクチンが 90% 以上の有効性を示すというのは発症予防効果を示させています。なるほど。3つ目はだから広がるんだよね。だって感染しても発症しないっていうことはその人がもうキャリアであるということですよね。キャリアがいっぱいいたらやっぱり広がるわね。3つ目は重症化予防です。発症は予防できなくても重症化を防げるのであればワクチンの効用は大きいと言えます。重症化予防ができれば死を回避できるからです。では重症化予防について厚労省は何と言ってるでしょうか。重症化予防効果を示唆する結果が報告されており、効果が期待されますと書かれています。こんな抽象的なこと言ってるな。つまり重症化予防効果は期待されるものの、まだ確認はされていない、確認されたわけではないことをきちんと理解しておく必要があります。ワクチンの発症予防効果に疑問を抱かせる典型的な事例が福井県で起きました。2021年8月末から10月の第5波の時、福井県のある高齢者施設で大規模なクラスターが発生しました。職員62名と入所者68名は全員が2回の接種を終えていました。接種率 100% の高齢者施設で外部との行き来も遮断されていました。それでも39名が感染してしまったのです。本当にワクチンがパンデミックの抑え込みにどれほど効果があるのか、さらに詳しい分析が必要です。2-2、ワクチンの有効性を示す論文の矛盾というところに行きます。なんつうか効かないんだ。開発にかかる多額な費用、これでお金を取り戻そうとしてるってことですかね、やっぱりね。新しいワクチンの開発には通常10年の歳月と1000億円の資金が必要と言われています。健康な子どもから高齢者にまで接種するワクチンには絶対的な安全性が求められているからです。多額の資金を投入しても開発に成功するとは限りません。実際2002年に中国南部で発生した重症急性呼吸器症候群 SARS
2009年の新型インフルエンザ、2012年の中東で発生した中東呼吸器症候群 MERS。でも製薬会社は多額の資金をかけてワクチン開発に挑みましたが、ことごとく失敗しました。今回の新型コロナではワープスピード作戦の掛け声のもと、わずか1年で開発され、安全性が確認されないまま人々への接種が始まりました。ワクチンの成否は有効性と安全性で決まります。ファイザー、モデルナのワクチンの有効性と安全性を示す臨床試験の結果を示す論文は、2020年12月31日に著名な雑誌 NEJM に掲載された1本だけです。ところがこの論文にはその後さまざまな批判が寄せられています。 NEGM って前出てきましたよね、きっと。ちょっと調べてみて、何でしたっけね、ナショナル、何だっけな、ブリティッシュ、こっちの、もう一個の前かな、あった、ザ・ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディシン、ザ・ニュー・イングランド・ジャーナル、ニューイングランドって言ってんだよ、やっぱりさ。やっぱアメリカはイギリスなんだよね。なんかこう、一部の上層階級だけはイギリス人扱いなんですよね、きっとね。それのこと書いてある本とかガレージにあるんですけど、あれも読みたいな。というわけで、とりあえずここ、続きを読みます。2-2 ワクチンの有効性を示す論文の矛盾の、次、臨床試験のトリックです。臨床試験のトリック、臨床試験ではワクチンを打った人約1万8000人とプラセボ、偽薬を、偽薬として、これ、最初のプラセボのとこに偽薬って書いておけばいいのにな。これも言っちゃおうと。プラセボ、偽薬として、生理食塩水を打った人、1万8000人について、どちらがどれだけ感染しやすいかを調べています。その結果、プラセボ接種グループでは162人が感染しましたが、ワクチン接種グループでは8人だったことから、有効性は 95% であると発表しています。ここでいう有効性は相対的な数字で、接種した人の 95% に効くという意味ではありません。お、ということ。例えば1万人のグループを比べて、ワクチン接種したグループが100人、プラセボを打ったグループが5人でも 95% です。ほんまかいな。ですし、ワクチン接種グループが100人、プラセボ接種グループが50人であっても有効性は 95% です。どういうこと？数字のトリックに気をつけてください。どうして？あ、そっか。100人と5人だったら、1000人と50人な。100人と5人の可能性があるってことですかね。なんか5人、プラセボ打った5人だけなんかすんごい養生させたりし、違った。わざとかかるようなことばっかりさせたりしてな。かもしれない。5人ぐらいだったらいくらでも何とでもなるかもしれないな。それなのに、なんだ ?100、何パーセントって言ったっけ。でも162人が感染したってことは、5人ってことはないぞ。まず50人でもないぞ。論文ではもともとテクニカルグループはそれぞれ2万1000人を超えていました。約6000人のデータが消えてしまっているのです。ほんまかいな。また2回目の接種を超えてから2週間の感染者はカウントされていない上、お2回目の接種を終えてから2週間の感染者数はカウントされていない。うえ、何ちゅう操作してんのこれ。途中で臨床試験から脱落した人も含まれていません。そもそも2つのグループが年齢、性別、職業、生活環境など完全に均等なのかどうか示されていません。わけわかんないこれ。これちょっと全然、ちょっと同時に何が起こったのか。ちょっとこの文章だけではわかんないぞ。プロセスに聞いてみようかな。さらに、試験中は
感染が疑われたものの PCR 検査が行われなかったケースが3000件以上あり、これらを除外すると有効性は 19% に下がると研究者は指摘します。さすがに疑問を抱く医師のグループが声を上げ始めました。英国の医学誌 BMJ は2022年1月19日、我々は生データを必要としている今すぐにと厳しい口調の声明を発表しました。イギリスでもそういうイギリス人がなんか無理やり打たせてるのかと思えば、イギリス人もなんかこうやってちゃんと言ってるらしい。あっちはいや、そんで BMJ ってさっき出ましたね。もう一回開いたやつ探してみようと、さっきは N The New England なんたらジャーナルで、 BM なんかはブリティッシュなんか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 、それで前にあったの、はい、あった、ブリティッシュメディカルジャーナル BMJ ですね。どうやってます、 ブリティッシュメディカルジャーナルはファイザーが行った臨床試験はファイザーが資金を提供しており、試験の統計実施分析から論文の執筆に至るまで全てファイザーのスタッフが行っていると指摘。透明性と信頼性の確保には全ての生データが研究者がアクセスできなければならないと警告を発しました。いずれ真実が明かされることを強く期待します。なんかこの前アメリカの裁判で、ファイザーが隠してたワクチンの副反応かなんかの別のワクチンなのかな、なんか公表され、無理やりされせられた。ありますね、ファイザー社怖いですね。2-3、接種後に増加する感染リスク、ほんまですか。ワクチンはなぜウイルスに効くのか、その本質が抗体です。ウイルスという抗原が細胞に入るのを抗体が阻止するわけです。ファイザーやモデルナのワクチンはウイルスの一部を模した遺伝子情報を体内に注射で送り込み、人間が本来持っている免疫システムに外敵が来たぞと認識させて抗原に結合する抗体を作ります。抗体はいわゆるウイルス感染症に対する守り神です。抗体がウイルスを手助けする。え、そうなの？抗体がウイルスを手助けしちゃうらしい。これ。ところがこの抗体にか逆にウイルスが細胞に侵入するのを手助けしてしまうことが分かってきました。これは抗体依存性感染増強 ADE なんだろうなと呼ばれます。抗体依存性感染増強、またウイルスと抗体が結合することで肺や気管支に強い炎症を起こすことがあり、ワクチン関連増強呼吸器疾患バードと呼ばれています。バードって BAERD と書いてありますと呼ばれています。新型コロナウイルスの表面にはトゲトゲのようなスパイクタンパク以下スパイクがあることはすでに皆さんご存知と思います。ウイルスはスパイクの先端にある受容体結合部位RBD という結合部分で、人間の細胞の表面にある受容体 ACE2 という穴から細胞の中に侵入してきます。細胞の受容体は普段ホルモンやサイトカインという情報伝達物質の通り道ともなっています。抗体はウイルス受容体結合部位を封じることで細胞への侵入を阻止するわけです。一方、抗体には良い抗体、中和抗体と悪い抗体、悪玉抗体、それに何もしない抗体の3種類があります。中和抗体はウイルスの
結合部位を無力化して発症を防御してくれるのですが、悪玉抗体はウイルスとくっついて逆にウイルスの体内への侵入を助けてしまうことがあります。そんなバカな、大阪大学の研究によると、重症化した患者ではこの悪玉抗体がたくさんできているのです。この悪玉抗体は感染増強抗体と呼ばれています。ダメじゃん、外でくっついちゃって人間の細胞に、どうぞって持ってきちゃうって、ね、ちょっとこっちは運ぶためのお盆に乗せた時に、ちゃんとキッチンの奥に持っていけばいいんだけど、あのお客さんの方に、あーって持っていくやつがいるってことですね。ボケ老人かお前。必要なのは中和抗体、まあ、つまりワクチンを接種して中和抗体がたくさんできていればいいのですが、悪玉抗体が優勢になるとむしろ感染や発症が促進されてしまうのです。世界の著名な免疫の研究者が最も心配しているのがこの抗体依存性感染状況ですが、詳しいメカニズムはまだ完全に解明されていません。やばいじゃないこれ。こうした研究が2003年に流行した重症性呼吸器症候群 SARS や、その後中東で流行した中東呼吸器症候群 MERS でも行われており、動物実験ではすでにワクチン接種によって感染が助長されうることが確認されています。実は抗体に結合した細胞を免疫細胞が抗体する抗体依存性細胞障害 ADCC という現象を利用して、がんの治療薬の研究なども行われています。おお。抗体に結合した細胞を免疫細胞が攻撃する。おお。だから中和抗体ががん細胞に持ってくるやつ、あれか。厚生労働省のホームページには、抗体依存性感染増強について臨床試験でも、だからこの、悪玉みたいな働きをするやつを逆手に取って、そいつに薬をくっつけて持ってかせるってやつですね、確か。それで、なんだ、厚生労働省のホームページには、抗体依存性感染増強について、臨床試験でも実用化後でも現時点においては確認されていませんと書かれています。実にうまい表現です。現時点においてはというのは将来のことはわからないという意味です。まだ確認されていませんということは確認されていないが起きている可能性はあるとも読み取れるのです。責任逃れの文章を作る意思と能力は極めて高いことがわかります。今日はゴミの日だったことを忘れていまして、まだ間に合うかな。というわけで今日はこの辺にしたいと思います。では気がついた方がいらっしゃいましたら、絶対最後まで聞いてくださった方がいいと思いますよ。それでは次回も頑張ります。それではありがとうございました。これなんか読み終わったら倉沢さんこに呼んで質問大会するかなと思いました。それではまた。